今回ですけれども札幌市清田区にある人気の天ぷら屋さんてんで食事をしようと思いますここの天ぷらですけれども揚げたての天ぷらをそのまま持ってきてくれてすぐ食べれるということですごく美味しい天ぷらで気に入っていますテーブルの座席のところに大根おろしキムチ白菜の漬物このような感じで漬物が置いてあります そして個人的にここの大根おろしがすごく美味しいのでものすごく気に入っているんですけれども大根おろしがとても甘いそういう、えー、味がですねすごくいいなと思っています多分大根おろしですけれどもゆっくりと、えー、回してですねこうすりおろして甘みをできるだけ引き出して大根おろしにしているのかなと思いました 大根おろしですけれども素早くですねおろしてしまうと辛みが結構増してしまうので自宅でおろしたりするときもゆっくりちょっとですね時間かかりますけれどもすることで甘い大根おろし食べれますのでそういった感じでやるといいと思いますそれでは今回てんのおまかせ定食8品というものを注文しました値段は1100円になりますこのセットですけれども定食になっていてご飯味噌汁がついています ご飯に関しては3杯目まで無料になっていますが4杯目からは有料というふうになっていますので3杯目まではがっつり食べれますのでおかわりしてみるといいと思います動画にまずエビ、ナス、ピーマンというふうにこの3種類が出てきていますやっぱりまずは最初にエビ、熱々のうちに食べたいということでエビを食べましたここ点々の天つゆですけれども味が まろやかで少し甘みの効いたつゆになっていてい結構ですねたっぷりつけて食べると美味しいかなという印象があるので個人的にはたっぷりの大根おろしに天つゆを程よくかけてそして大根おろしをたっぷり食材の方にのせて食べてご飯をかき込むという食べ方がかなり気に入っていますのでそういう感じで食べています。 エビなんですけれども揚げ方がちょうどよくてですね外の衣がカリッとしているんですけれども中のエビはプリッとしていながらも水分の方もですね程よく残っていてすごく美味しい揚げ方で美味しかったですそして玉ねぎなすこちらの方も外側の揚げ具合がサクッとしていてですねすごく美味しいので点々、えー、の天ぷら そしてすぐ上げた状態で来ますのでそれがやっぱりですねいいですね今回は今まず3種類来てその後に来て、えー、最後にもう一回来たかと思いますけどちょっと動画の方で進んだ時に紹介していこうかなと思いますここを点々ですけれども以前に動画でも何回か来ているので紹介していると思うんですが鳥天 定食これが個人的にはかなり気に入っていまして鶏天とささみ野菜2品という感じで1100円のセットなんですけれども以前の価格はちょっとですね値段違ったかもしれませんけれども大体このぐらいの価格で今は、えー、出しているようなので1100円で食べれるのでこの鶏天定食ご飯も進みますしビールなんか注文してもビールにもよく合う、えー、天ぷらになってますので是非ですねこの辺も食べてみるといいのではないでしょうか では第2弾の天ぷらが出てきました、えー、と第2弾はですね魚系のメニューになりましてカレーキスそしてもう一つがじゃがいもというふうになっています今回このテンのですねおまかせ8品の定食にしたのはカレーが入っていてカレーの天ぷら普段なかなか食べないなと思いましてそれで食べたいなということで今回はこのおまかせ定食8品にしました キスはいつも通りですね、えー、臭みもなくてふわっとしていてサクッとした外側の天ぷらの衣の食感もよくとても美味しかったですカレーに関してもある程度身が厚くてしっかりとしたふわっとした感じが良かったですのでとても美味しかったですもちろん外側のですね、えー、揚げた具合ですね、うん、それもサクッとしていて美味しかったです まあ臭みに関してはカレーの方がキスに比べるとやっぱり若干ですね臭みは魚の臭み匂いあるなって感じしましたけれどもそれほど強くない感じなのですごく美味しくて良かったですじゃがいもに関してはホクホクの食感で外のサクッとした食感そして、えー、結構ですね甘みが効いていますのでじっくりですねあの芋の美味しさを味わいながら食べるといいなという具合ですこちらも全てですね あの天つゆとんと大根おろしたっぷりかけて食べていますけれどもあの塩もおすすめということで塩なんかもあの調味料コーナーっていうかそこに置いてありますので塩で食べたいっていう方は塩で食べるのもいいと思います最近なんですけれども天ぷらの平尾福岡の天ぷら屋さんですけれども同じようなこの点々とスタイルが似ているような感じで食べれる揚げたら 天ぷらを提供しててくれれれすすぐ食べれるというスタイルがあったんですけれどもそちらもすごく美味しかったんですがここの天々の食事もすごく美味しいのでおすすめです衣の感じなんかは少し平尾と違ってこちらの方がザクッとしたしっかり食感の外側の衣の食感あるのでこちらはこちらでまた違う食感を楽しめてすごくいいなという雰囲気ですあとボリューム感で考えると平尾よりも こちらの点々の方が若干ボリューム感しっかりあるような気がするなというそういう印象があります、まあ、注文するです、ね、セットメニューにもよると思いますけれども、はい、その具材の大きさとかそういう感じでいくとこちらの点々の方がしっかりとボリューム感あるように感じましたで次に今新しいの天ぷらですね出てきましたけれどもこちらはいかあげそ それに加えてえのきの天ぷらで最後の口直し用のえ梅の天ぷらこれもですねいつも最後一つ、あのー、入れてくれるんですけれどもこれもさっぱりとした味が仕上げの一口にいいのでこのうんと梅干しの天ぷらも美味しいですあとえのきの天ぷらですけれども今回初めて食べたんですけれどもこう傘の部分そちらの方が ふわっと広がっていて割とザクザクっとした食感を楽しめるような感じで揚げてありましたで根元の部分はこうまとまっていますので、えー、ジューシーでこう水分が溜まったような感じで食べれるので1つのこのキノコでザクザク食感とふわっと食感と両方を楽しめるのがすごくいいなと思いましたのでよかったですこのえのきもですねなかなかおいしくてよかったなという印象はありますので気に入りました ただ味風味に関してはえのき天ぷらにするとちょっとですね、えー、それほど風味が感じられないかなというのがあったので舞茸とかだと結構ですねしっかりきのこの風味くると思いますのでそういう面では舞茸とかの方がしっかりとした風味あってきのことしてはですねおいしいかなと思いますでイカなんですけれども結構ですねこのゲソの足の太さしっかりありまして えー、プリプリの食感と歯ごたえいいですし風味もよくやっぱりですね天ぷらとこのイカよくですね合いますので最高ですビールなんか飲みたい方もこのセットでですね瓶ビ,ビールなんか注文して食べるとですね、えー、ビールも進むと思いますのでいいと思いますはいえのきの天ぷらそしてじゃがいもで手前の方がイカゲソ でもう一つ赤いのが梅干しという感じになっていますちなみに漬物ですけれどもキムチと白菜今回ありましたけれども取り放題ですごく美味しいですキムチをですね少し天ぷらにのせて食べたりするのも美味しいのでおすすめですあとは点々のメニューとしてエビ定食玉手箱定食スペシャル定食 なんかもありましてスペシャルの方は特大のエビがあったりあとエビ定食はエビが4本入ってるとか玉手箱定食はその日厳選の食材6品あるものを、えー、使っていてそれは店内の,です、ね、あのメニューボードありますのでそこに食材が書かれてありますあとは単品メニューであったり、えー、天丼系のメニューですね、えー、天丼特大エビ天丼 特大エビアナゴ天丼とかですね、こういった感じで天丼も美味しいメニューありますので天丼食べたい時にもおすすめですではこのような感じで今回は天天のおまかせ定食8品1100円のセットですけれども食べてすごく美味しくて良かったです値段的にもすごくリーズナブルで熱々の天ぷらが食べれるということで天ぷら え気軽に食べたいなという時におすすめのお店ですのでぜひですね寄ってみてください駐車場ですけれどもお店の目の前に45台ぐらい停めれるスペースがありまして、えー、アクセスですがまあ車で行くのが便利がいいと思いますけれどもバスとかで行くんであれば福住駅からおそらくバスなんか 出てていいいるるととと思思うのので、その辺から探してみるといいと思います。または福住駅ではなくて地下鉄の大谷駅とかその辺からもバスあるかもしれませんのでチェックしてみるといいと思います最近は福岡で天ぷら平尾の天ぷらを食べたということもありちょっと味比べっていうわけでもないですけども違い久しぶりにですねせっかくなので最近食べたので天ぷらどんな感じで、えー、違いあるかなっていうのも えー、食べてみたかったので久しぶりに店店の方に来ましたあとちょっとまあ札幌の話ではないですけれどもまた福岡に行った時に天ぷらの平ともう一つ人気の天ぷら屋さんあるようでだるまという天ぷら屋さんですねあるそうですそこのエビがすごく美味しそうだったので大エビがあってそれでも値段が1000円以下ぐらいで食べれそうな感じのところがありましたので今度 福岡の方ですね。また行った時に天ぷら屋さん行こうと思いますので、そしたらまた動画の方で天ぷら、福岡の天ぷら動画にしようと思いますので、その時またよろしくお願いします。